はいどうもー、はい、皆さんお願いします。はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょうというかね、はい、世界観おかしいぞ。なパイナップルと輪ゴム、はい、みんなやってるやつあるじゃん。ステーカーにさ、うん、輪ゴムバーってダンテさんとかね、ダーンってダーンって、まあ、パイナップルはね、いや無理じゃね。ウエストじゃん。ウエストが細すぎて、もともと要はあいつら太りすぎてるから締まれ締まれって、で痩せてバーンになるわけじゃん。そうだ、シュッとしすぎだろ。もともとね、髪型がすごいかっこいい。これをこうした状態の、そう、二重でいきます。これをちょ、2個目飛ぶな。はい、9個ね。いや、ちょっとこんな感じです。だいぶいくんじゃないこれ。追加とかってちょっと間抜けな感じあんじゃん。そう、なんか割られたりしてるし、夏とか夏とかにあいついじめられるあいつなんか亀みたいなテンションで、だから なんだろうな、出川みたいなのがあるよね。うん、あ、やめろやめろ、痛いってやるノリあるけど、うん、これはなんか、うん、金字塔というか、そう体張らないタイプ今でもやっぱちょっとへこんでるんじゃない。ちょっとこうなってるよね、うん、気持ちいい。あ、かなりいってるよ。あ、ほんとだ、ここだってちょっと汁出てきて、なんか来る予感してきたよ。ほんとに1体くらいの力を全部やってるわけだもんね、うん、いや絶対。で5分後、え、ちょっと2で来たるだ。え、来んの、来るこれ来るって。来ない、どっちだって中からいけ、これいったでしょ。よっしゃ、いけよ。ジェンガみたい。うわー、それやってる時にやばいってこれ、これ今俺、いいよ。あー、ここすごいもん。こうやってやったもん、これこれすごい。これくるって、なんだよ、なんでだよ。いいよ、もうそういう、それ取れたよ。ノリをだる、こいつな、流れもんだわよ。なんか長く映ろうとしてるおい、輪ゴム曲がれただけで映れると思うなよ。なあ、十分泣いてるわ泣いてるわ俺なんか言い過ぎて俺なんか言い過ぎて泣いてんじゃん寄せたい、うん、そうだね。こっちがでも完璧だからな。あ、あ、くるだって寄ってってくるくる、中なんでこっちだろ。すごかった、ね、いやこれぜひ面白い、ね、いや面白いし、普通にこの方が食えるので、あのスイカとかだとさ、くしゃくしゃになっちゃったりするじゃん。そうだ、ね、破裂するから、うん、パイナップルは皮がこう、いやこう密集してるから、もともとこうやって切るものだしね。うん、大丈夫ということで、今日のミサマンドは、輪ゴムをパイナップルに巻きつけて爆発させてみました。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。真っ白状態、飲もう。飲め。おう。